また名前変えてるよ、テルルさん。今度はテイちゃんだって。情緒不安定か。そんなに名前変えなくたっていいじゃん。こっちも何時呼べばいいかわからなくなるからさ。まあいいか。どうもピョキングです。今日はこのコースやっていきます。 NTV 愛は地球を救うロケシャープドロール。まあこのコースはきっと誰も救われないでしょうね。だって人を陥れるためのコースじゃん。こんなタイトルつけんなって。でさ、僕前回もテルルさんのコースやったと思うんだけど、なぜまた同じ制作者のコースを続けてやるんだと。それが前回のコースですね、あまりにも引っかかってて悔しかったから、今回それ以上難しいコースっぽいやつを選んでみんなを見返してやろうと思ってこのコースを選びました。その証拠に説明文にこう書いてあるんですよ。危険です、初心者向けではないと。はっ、いいじゃねえか。たまには本気のピオキングっていうものを見せてやるぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.77%。 そういや最近感動した出来事があって、初コメです、いつも楽しい動画をありがとうございますっていうコメントがあったんだけど、でもその人をよく見てみると2年以上メンバーシップに入ってくれてる方だったんだよね。いやこれめちゃめちゃ嬉しくない？ずっとメンバーシップだけ入っててこっそりと僕を応援してくれてたんだろうな。お前は黙っとけ、開幕を。いや、いつもコメントくれる方もうすげえ嬉しいんですよ。僕のために時間を割いてくれてありがとうございますみたいな。でもさ、2年間何もしないでそんなのがポッと出てきたら、そういうのもやばいと思わない？僕もやばくないですか？だからいつもふざけてるかもしんないけど、今日は真面目な話をしたいと思います。そういうコメントでね、僕のメンタルっていうのはいつも回復させてもらってるんですよ。今死にました。さっきフラワー取ったらいけなかったじゃん。このフラワー取った後は砲台が出てくるからさ。いや、どうしろって言うのよ。あのさ、こっから下行けねえし。あ、わかった。あのバネの横からこう行けばいいんじゃない？貴様、これフラワーを取るんじゃなくて砲台を出すじゃん。でこの後にドアに入ればあのフラワーが消えてるとか、そんな感じなんじゃないかな。やっぱりね。わかってんだよ。その後次回の方にも連れて行かれるかよ。俺を騙すな。僕ってさ、こんな実況だからアンチの方がたくさんいるわけですよ。いや、アンチという言葉がぬるいぐらいの表現のコメントがたくさん来るわけですよ。ダダ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 。でもそんな毎日を乗り越えられるのはみんなの一つ一つのあったけえコメントなんですよ。冬の外で飲むコーンスープよりもあったけえんですよ。例えからがまあまあうまいじゃないか。じゃあこの、あ、中間じゃん。ここ間にする？間にしねえよな。なんだこの放題は。何をしてる？お前はどうしたいんだ。遅くないか。いやこれは進めねえんだけど、キノコ出てくる。お前戻ってけんだって。てっきりあの砲台がキノコ出してくれると思ったんだけどね。いや今度は早っ。じゃあこの10階の方に行ったらどうかキノコ出てくるんじゃな。これ壊れるつららじゃん。壊れないつららと思ってましたよ。うーん、3分の1。うーん、ここが一番怪しいかな。わかるか、こんなの。残るは2分の1だ。ワンナップは怪しすぎる。こっちのコイン、ほらね。うん、右は右ですごく気になるな。あとでちょっと行ってみていい？私ね、常に何か罠が来ると思いながら喋ってんのよ。うん、ここ何もないのね。じゃあ3分の1だけ綺麗に引っかかったでか。じゃあ左で逃げる。で、このハテナは何もない。これ中間取れんのか？バネ邪魔してるパターンは取れんのか？やっほ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 っ。いや、邪魔邪魔ね。いや、何のためのバネだったんだろうな。何もしない。お前はこっちに来れ。いや、来ないじゃん。よっほっほっほっ。積んだのかな？いや、一旦帰ろっか。帰れば？生ゴミ。今友達から LINE が来ちゃってさ、カヌレ好きって来てたんだよね。うん、好きだよって。でもお前は俺のことを好きって送ったらさ、俺の人生のカヌレで一番うまいですってスルーされちゃった。このひよこサブレっぽいやつ。カヌレってマジで美味しくない？苦手な方はたくさんいると思うよ。男性の方は苦手な方多いって聞くんですけどね。なんだお前、カヌレみたいな体験しやがって。そもそも男の人って口の中の水分が奪われる系のものって苦手なの多いよな。わかるかな、ごめんね、ごめんね、日本語下手くそで。多分ほとんどの男性の方がジャキジャキ系の食べ物が好きなんじゃねえかなと思うんですけどね。俺は梅干しが嫌いだ。いや、わかるかな、あの梅干しの酸っぱさとなんか果肉感、あれがめちゃめちゃ苦手なんだよな。っていうか、なんか話せば話すごとにどうでもいい雑談が湧いてくる。ここキノコ様、このままだったらね、食べ物の話しょうもねえ雑談ばっかり終わりそうなんで、この辺で一旦ゲーム実況に戻りたいと思います。ゲーム実況ってそもそも何なんだろうな。全然実況してねえような気がする。やっぱりだ、分かってんだよ。あー、雪見大福かー。
ここに何か来るって分かっちゃったんやけどね。でもまさか隠しブロックがあるとは思わなかったな。ここにあるでしょ。でまた上に戻りのこのデカ記録を取る。で上から行けるのかな。50コインの方に連れて行かれない。いや思い切り右にジャンプすれば大丈夫だ。それは卑怯だぞ。僕の動画をラジオ感覚で見てくれてる人の気持ちが分かるような気するわ。僕ってあんまりゲームのことを喋ってないもんな。ゲーム実況者失格ですよ。そこまで言わなくていいんだよピオキング。お前はレッキストちゃんゲーム実況者だよ。ここはジャンプ。何が来る何が来る。なんだそれ。いやこれは斬新だって。ワンチャンアイテムかなと思ったんだけど、まさかのブロックっていうね、押し出す罠なんて面白いじゃないか。でどうせお前は何をしてくるんだ。下に落ちるしかないよな。いや一旦落としておこうか。俺じゃないんだよ。確かにこのコースは初心者に向けられたコースではないね。こんなん初心者の方がしたら絶対もうマリオメーカーやらなくなるぜ。じゃああの中間つないに取らせてくれ。おう変わんないのかな。あ下から行けっていう感じかな。でも下どう行くの。あ分かった。これあえて右押し。何やってんの。すいません、なぜか下に行けると勘違いしてました。あれ今度リンク取れたね。ブラパも出てきたけど、まあいいか。このリンクで壊す。で、あのカロンを取れて。やめようよそういうの。次で絶対に中間ポイントが取れると思います。ここは左押しっぺ。で、キャノンは蹴っちゃダメだ。一旦履いてみようか。じゃあ蹴っていいのか。蹴らせて頼む。お願い蹴らせて。どうしたらいいんだこれ。よしで、蹴ってすぐ上に行けませんけど。この度数をかわせば中間ポイント取れると思うんだ。タップしてすぐ左で逃げよう。砲台機の数をかかった。そこだ。なかなか取れねえってあの中間ポイント。マジで高根の花子さん。あいつ位置的にもこれで絶対取れるよな。高根の花子さん。よっでこれ USD 記録取りの。このイカこっち来るんじゃない。で足場になりますみたいだ。いやいいんじゃない。あやってんのか。多分ここも壊してよ。なんだこれ。壊されるのか。じゃあここで当たりの右レグ。これは USA 記録を出さないようにする新耐久ですね。いや簡単だな。もっと難しいの持ってこいよ。まあまあこの人はねそんなに難しい死に耐久を作らない人なんですよ。というより作れない人なんですよ。いやイカどこ行ったんだよ。あこれジャンプで届くかな。あー届くね。なんだよビビらせやがって。でこのパンを抜けばいいのかな。抜かなきゃいけない。なぜ難しい尻耐久が作れないかって。僕の方がテクニックが上だからさ。悔しいかいてるるよ。ならば難しい尻耐久を作ってごらんなさいよ。ここは死に耐久が来る場所だろ今。これ叩いていいのか。ここにキノコが出てきたのは分かったんだけど、あのキノコは取れないよな。やっぱりねバネが出てくるのが分かったからさ。でこのドッスンはどういうこと。なに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 。10コインなんていらないんだよ。ふざけんな。じゃあここは全部急いで行っちゃおうか。ちくわブロックが落ちるより早く右に進む。なんかどっか行っちゃったよ。土管にも入っちゃったし。こっちは絶対違う。何ロングウェイのこっちじゃないってこと。どうやってやられればいいのかな。あテレサがいるね。このいや違うな。多分上に行かなくちゃいけないんだ。これさオンオフ変わってるじゃん。どのタイミングで変わるんだろうね。なるほど時間との勝負ってか。でもこんなの全然ぬるいんだよ。さあ誰がいる。ちょっと待ってって。中間ポイント1。それだけはやめて。お願い神様。死に耐久。どんな死に耐久だよ。何このオンオフのバレは。ちょっとよく見ておこうか。まず左にピース位置があって、あ、わかった。これさ、ボム兵であの氷ブロックをちょうどいいところで壊さなきゃいけないんじゃない。そして砲台をピース位置のところに持ってくるみたいな。いやこれめんどくせえって。いやこれ難しくないですか。さっき難しいの用意するのが言ったけどさ、これちょっと難しすぎやしないかい。っていうか時間がかかりすぎやしないかい。これ結構カットするかもしんないよ。もうなんか変な気出した。テレサに当たったらやられちゃうじゃん。いややられていいんだけど、やられちゃうじゃん。僕はこれやられないでちゃんとクリアしたいんだ。ちょっとテレサ邪魔だって。
絶対僕はこの死に耐久クリアするよ。さらにはテレさんにも当たらないでな。いい場所に来たんじゃない？オーケーオーケー、あと2つ。うん、これさ、一回オンオフをして右にやらなきゃボム兵に着火しないんだよな。さあ来てくれ、このタイミングか、着火だ。めちゃめちゃ惜しいところまで行ったんだけど、次このタイミング、うわマジでむず、あとたった2つなんだ。お願い神様、次に行くよ、このタイミングだ。なんで1個なんだよ、もう2つでいいじゃん。これオンオフしまくる、オンオフしまくってやっぱ砲台の上でうろうろさせた方がいいんじゃ。やべえ、ほらだ、来た来た来た、守備耐久ベンチを食べるんだ。全然難しくなかったね。クリア率が 68% ぐらいあるコースと同じぐらいでした。あ、やべえ、これ間違った、うん、大丈夫だね。え、こっからどうやって行くんだったっけ。右押し一発しなかったらいいみたいな感じかな。え、でもジャンプしてもいけない、こっから右に、あーなるほど、これで大丈夫なのか。さあドアに入ってんの、あー踏めるわけがない。でも右下雲があるな、だからあの雲乗れるみたいだ。いや絶対当たっちゃうやんそれ。いや左のハテナを叩きて叩いた瞬間すぐ右に、いやーこの右に何やってんだ俺。そもそもキノコはいるのか、いやいらないよな、ここを通れなくなるから。じゃあここはしゃがんでおいていいの、大丈夫で上を進化土管に入れませんね。いや待てよ、そもそもツタに捕まれんくなったとか。じゃあ右で行けばいいのかな。やっぱり土管に入れないわ。でキノコは取りな、おいおいこれは普通にゴールさせてくれとか、頼むゴールさせてくれ、いけるかな。進めねえよこっから先に、これまだ左、左も行けねえしさ。くそなんだよこっちは、まだ死にたい、待て、いやこっから何か変わってるかもしれねえ、お願いゴールまでの道何か開いてるくらい、やっぱりね、ほらほら土管がありました。でここでピンクコイン2つゲットしてんの、何やってんだお前。中間位置からだよな、捨てられ、戻ってきたぞ、ここは右足場、右足場、右足場で、ここ行ける、お前邪魔ついたよ、それ邪魔ついた、もうマリオやってる人の声じゃないよ。いや前回に引き続き今回もすげえ楽しいコースでした、ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一画面マリオ、説明文にコースの説明が入力されていません。いや、なんかごめん、読まなくていいやつ読んだら面白いかなと思ったら全然思んなかった。でサムネを見る感じゴールはめちゃめちゃ近いんだけど、バネが高速に往復するやつが一つで、上にブロックが二つあるだけなんだよね。だから針に当たらないでブロックのところだけを続きしてゴールを目指せっていうコースなんじゃないかな。いやシンプルだけどめちゃめちゃ難しそうだよな。それじゃあやっていこうか、クリア率は 1.69%。 今回はブロックが二つしかないんだけど、これ10個とかあって結構長かったらまたそれでも面白そうだよな。さあ始まった。うん、このバネに乗って上のブロックでしょ、うん、どこで乗ればいいのかな、針に当たる未来しか見えません。これやばすぎー、どのタイミングで乗るかよ、バネが一番左に来た時に乗ってみようか、ゴーくん頭パッカーン、攻略法見つけたかもしんない、わざわざ左のブロックを使わないでいいんじゃない、右にジャンプしてって一つのブロックだけを利用して、あジャンプぐらいして、でも言いたいことは分かったと思う、このタイミングだ、さっさ来いよ、こんな一瞬でやられるコースなんかワーとかグエーぐらいしか言うことないんだから。じゃあバネが一番左に来た時にダッシュしてみようか、それで間に合うかな、下手くそ、バネが左に来てる時さらに左から2番目の点を通り過ぎたと、これでいいんじゃない、いい加減にせー、でもね少しずつ近づいてってると思うんだ、今度は真ん中が通り過ぎたと、この変態、この行き方でいけるような気するんだけど、真ん中だと、どうか、なんかいけそうでいけないんだよな、2つ掴んでみる、2つの方が意外と簡単かも、しあ左からジャンプに変えさせて、そっちの方がワンチャンあったよね、ここら辺でジャンプすればいけるみたいな、おーいけちゃった。何だったんだよ今までの苦労は。こんな簡単にいけるもんなの、いや一発マリオってめちゃめちゃ難しいのに、いけるときはスッといけたりするんだよな。いやナイスアイデアコースでした、どうもありがとうございます、そしてご視聴ありがとうございました。